屁理屈か、欲求の衝突ではある。救いのない世界、そこにいる一筋の輝きに対し、夢を見るか、それともその場に希望はある、そこに神を感じるか。両方を満たすもの、それが難しいとき、どっちかを選択する、正義はどっち？校舎では動画映えはしない。だったらプレイヤーが自分で遊べばいい話。カリスマがカリスマらしいことをしてこそ、その映像には見る価値がある、それは事実。ただ、世界に何を適用する？その時。デッドバイデイライトにしろ、プレイヤーが声をかけ合える環境なら一人を救済するために連携することは難しくない。非常に例外的事例で、世間にはばかられる商売をしてる人が他者との付き合いを否定してそこに、不意にいるとき、不意に、見捨てられる現実がある。だけだ。面白い、に対する感覚の中に、奇妙な対立。